こんにちは、デリッシュキッチンです。森永製菓の提供で冷凍ホットケーキを使った5分でできる朝食レシピをご紹介します。ホットケーキの生地を袋の表記通りに焼きます。粗熱が取れてからラップに包みましょう。ラップを密着させるように包むことで生地の水分を逃さずふんわり食感をキープ。冷凍用保存袋に入れて空気を抜いて袋の口を閉じ、冷凍庫で保存しましょう。休日に焼いて冷凍保存、平日は時短で朝ごはん、そのまま解凍して食べても美味しい。冷凍ホットケーキを使って5分でできる朝ごはんをご紹介します。冷凍したホットケーキ1枚は解凍せずに一口大に切ります。バナナ1/2本は1センチ幅に切りましょう。卵1個を耐熱容器に入れ、牛乳 100ml、 ケーキシロップメープルタイプ小さじ1を加えて混ぜます。ホットケーキを加えて浸しましょう。バナナを乗せてふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分加熱します。ケーキシロップメープルタイプをかけて完成です。冷凍保存で朝はパパッと。冷凍ホットケーキ活用レシピ公開中、森永ホットケーキミックスで検索。以上、デリッシュキッチンでした。